カウリのデモ曲に僕はドラムを乗せます、はい、この EAD10 で録音して USB で渡しますんで弾いてね。行きましょう。はすいません。何飛んでたんですか今。身長が足りなかったです。見えなかったですね。見えなかったね。目隠しされてますからね、このスタジオ厳重にね、はいはいはい、ということで前回ドラムフェスティバルで撮ったこの USB を果たしてエレクトーンに挿してドラムが再生できるかチェック。わお。カオリーさん。はい。お預かりいたしまする。これ入ってるんですね。入ってます。じゃあここに生で撮りました。生で撮ったんですね。これじゃあちょっと入れ替えますよ。じゃじゃん、じゃじゃん、じゃん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 。すごいね。これでデータ来るなんて。あ、これですか。EAD。そうです。EAD です。EAD。AED ではありません。ボーン。やめなさい。はい、これちょっと小僧さんの音だけ聞いてみてもいいですか。うん、流してください。鳴るのかな。鳴るのかしら。おおすごい。すごい。なるほど。クリアですね。こっちですね。聞こえます。聞こえますね。エレクトーンのスピーカーのこの。ね。いいな。あっちに。わかりました。なるようです。どうやら。バッチリのような感じですが。はい、これで、はい、カオリのエレクトーンを乗せて、はい、音楽になるというところを、はい、やってみましょう。僕の拙いドラムに合わせてよろしくお願いします。こちらこそ。
これね、気持ちいいです。ねえ。めっちゃ気持ちいいです。構造さんって、なんかこっから構造さんが見える感じで。下から覗いてる感じです。いいですね、ちょっと変態的。いやいやいや。違う。煽られる感じがね。はい。ね、すごい。いやもう、感動しちゃった。面白いね。なんか、エレクトーンとその構造さんの生のが出てくるって、やっぱなんか、いいですね。音楽が立体的になる感じ。うん、ねえ。うん、いやー、これは使えますね。ぜひ。EAD10 も、これはステージア。そうです。使えますね。うん。こんな使い方もあるんだなと、ちょっと、初めて、うん。僕は横浜から今日来て、香織は大阪にいて。はい。ね、それで、データのやり取りをね。まあ、今ならネットでポンポンってやれば、こういうことが可能になるっていうね。今日はちょっと地味に、ね。わざわざ持ってきてくださいましたけど。同じ形状なんで、EAD にさせるし、こっちにもさせるということでね。そうだから、エレクトーンがその今回の EAD の音源に対応してたっていうのがすごいです。そうですね、今までなかったんですよ、それって。WAV が。そう、WAV が対応してるってすごい、うん。うん。いや、いいトライアルでした。ありがとうございます。ありがとうございました。皆さん、ありがとうございました。ケケコアでした。ケケコアでした。